やっちゃうよ、ライジョンです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ついにバンジー光弘ロイヤル最終回ということで今ね、ボンさんのボンさんの車で、バンジーのね、会場に向かってるんですけどね、まあこの4人でね、今撮ってもらってるのがてんちゃんで、あとじゃあドドルさんとボンさんですね。ありがとうございます。ボンジュールだ。どうもでーす。そんなテンションじゃねえんじゃないの、ね、確かに10分ぐらいで着くんだよこれ今あとね、あと10分ぐらいで着くんですけど、もともとその経緯としてはまず僕がまあ3月ね、毎日2本やるからもし飛べなかったらバンジーでもやるわっつってそう、バンジーでもやるわっつって勉強すぎる、はい、で、やっぱ僕も被害者なんですけど、いや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 についてきてもらおうかなって。それがよく当たるんですよ。全然終わらしておいてよ。ってことで、もともとね、当初の予定では4人で飛ぶ予定だったんですけど、ちょっと時間が間に合わなくて、はい、なんか、なんか2人なら間に合いますって言われたんですよ。2人なら、この中の2人、この中の2人なら、ね、4分の2ですね。4分の2なんです。やばい。なんで、会場に着いたらね、じゃんけんで。じゃんけんマジで。 そこクラロワじゃない。クラロワじゃなくて、元気をライキパイセンが飛ばないパターンもありえる。あります。それあるの？確定じゃないですか。全然あります。ライキは飛ぼうよ。全然あります。嘘でしょ。嘘でしょ。でもそこは平等なのが面白い。そうです、ね、いやだってそもそも待ってライキが、はい、連続途切れたらって話だったでしょ、はい、飛びますでしょ、はい、飛ばないのおかしいじゃん。第1回戦が飛ぶとは言えない。そうあ、そういうこと。バンジー、そういうこと。バンジー飛ぶといただけで、俺が飛ぶとは言ってないひどい話だよ、それは。ひどい話だよ、マジで。自己中に戻る。怖え。この界隈怖えよ。じゃあ、みんなのそういう約束でちょっとビクビクしなきゃいけなくなるんだ、これから。何でも密通でさ。ワンちゃん、流れてくるなと思って。流れ玉やばいわってことでね、まあ、怖い、結構ワイワイし、今ボンさんの運転してもらってるんですけどね、あと会場着いたらね、またじゃんけんの様子とか頑張ります。伝えたいと思います。ってことで、じゃあどうしようかな。どう繋げればいいんだろう。ピョンみたいなやつで着地から入る。オッケー、じゃあ行きます。着きましたね。着きました。だから、はい、じゃんけんをしたいと思います。お願いします。時間がないんで、はい、行きます。ちょっとそんな簡単に、はい、ちょっととある、諸事情によりまして、はい、4人来たんですよ、バンジーに。はい、バンジー来たんですけど、はい、4人中2人しか飛べないことになったんですよ。はい。また来れば。いや、また来れば。半分の救済が始まって。半分の救済が始まって。まあ、皆さんで協議した結果、じゃんけんしかなさろう。じゃんけんで、負けた二人が、今から飛びます。はい。飛べばいいじゃないですか。え？飛べば。いやいや、僕もうほんと怖くて、もうバクバク。バクバク。なんかね、違う。いざ確保してきたのに、はい、じゃんけんで 50% 救済ってなったら、ほんとになんか逆に緊張してるよ。それ、分かるでしょ。分かるでしょ。逆に。相当ですよ。逆に緊張してる。相当高いです。正直余裕だと思ってたんですけど、はい、こう見て、あれ違えな。ちょっと。やばいよ、やばいよ、やばい、やばいから。ほんとに怖いんで、じゃあ行きます。皆さんもう、このまま行くんですか。BO1 ですよね。BO1 で。一発勝負。2人負けた人。本当に、手の位置。ボンさんないんです。やめろってさ。やめろって。荒くなる。行きましょう。やめろ、本当に。ちょっと待って。最初はグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽんでいきます。はい。参ります。はい。テレビ映る。2人ね。この辺で。いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。おーい。何してんだよ。怖い。やばい。最初はグー、じゃんけんぽん。おーしゃー。おーしゃー。あらさん、マジで。頑張って。いやー、ちょっと。なんで、なんで、こ
この2人おかしい、おかしい、この2人もう一回、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 取れてない、取れてない、取れてなくても知らないよ、取れてなくても知らないよ、マジで、マジでセーフ、ライキさんが日本走行できなしみたいな、そう、そうです、そうです、はい、で、やっていきましょう、はい。よっしゃっしゃありがとうやばマジかありがとうはいということで天狗さんあの決定したんですけどどうですか今の気持ちマジで最悪なんですよちょっとこれ見てくださいこれ伝わりますかねこの伝わるかな火のから降りるんですね伝わりますかこれあこれあれだな死ぬやつだ これ死ぬやつだあれ紐あれ紐あれかあの紐かやばーあれでもあれ丈夫そうだから違う。あれやばいな。俺余裕だと思ってたけど、正直ここ来たら、あ、ちょっとやばいと思った。よかった。危なかった。危なかったし。危なかったし。危なく日本投稿できなくて飛ぶところだ。観光名所じゃないのか、ここ。観光名所。あるねえ、これを飛ぶんですか？そう。どうすか？え？もうすごいちょっと状況がつかめなさすぎてやばいですめっちゃ面白いなこれ、まあ、結局ね、まあ、ドズさんとテンちゃんがね頑張ります頑張りますあの頑張ってください僕たちあの後ろから応援してるんで後ろからこうやって動画撮って応援してるそうだね飛ぶとこ撮ってよそうちゃんと撮るんで、うん、ちゃん安心してくださいちゃんと撮るんではいマジでうわということで、次が、飛ぶところに移動したいと思いますあれかジャンプしなくてもいいですなんとか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 はい来ましたということでやばいやばいもう重装備ですよてか大丈夫かなはい天狗とパイセンは高所恐怖症なんで、頑張りたいと思いますやば高所恐怖症だの受けるなさすがに僕もドキドキしてきましたよそろ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 やばい高所恐怖症なのマジで受けるな大分こういうとこないんでやっぱ大分県民出身としては、まあ、はいでしょうねでしょうねじゃない東京もないでしょ別にやばこれちなみに、はい、落ちたらこれ死ぬんですかねお何なのかちなむとちなむとちなむといやギリギリでもしかしたら、はい、あの羽生えてくるかもしれないドズルウィングって危なくなったら生えてくるかもしれないんでそれさちょっとどう拾っていいかよく分かんない正解がよく見えないボケをはい、まあ、いってらっしゃい、はい、じゃあ僕同行しますいってらっしゃいうわ怖い怖いいってらっしゃいはいどうぞ一緒にやばいっしょ顔が白くなってきてますいや、これはもともとこれはもともといやだって、下がマジで確かに下がもう100メートル下なんですよ、これがやばちょっとカメラじゃ分かりにくいわかりにくいかもこんな感じですねやば死ぬべ死ぬやつだな、これいやちょっともういきなりなんですが行ってきますマジで怖くなってきただんだん行きますあれもう、はい、バンどうさんバンですかえもう僕バン行きますよ次っすもん次行くわすげえ行ってくださいやば多分大丈夫かな 100%?90%? 100%、100%。はい。はい。OK、マイミッション。OK。おえ！右手で取れます。OK、OK、OK、OK。はい、山を見て、深呼吸して、行きましょう、カウントダウン。5、4、3、2、1、バディー！飛んだオッケーよいしょああ飛びましたやばああ
ってください。よいしょ、よいしょ。でもさ、どうすか。マジでやばい。さよなら。さよなら。いや、最強。みんな今までありがとう。レンちゃん今までありがとう。オッケー。リプラルイコールつま先出して。めっちゃ怖いんですよね。顔が写真まっすぐ見て山見て山見て山見て叫んでほぐられた叫んで叫んで頼むよ深呼吸して行きましょう今日の頑張って5、4、3、2、1、2、1、2、1、2、泣きそうじゃないですか。泣いた泣いた。おかえり。おかえりゴット。おかえりおかえりゴット。首が痛い。首が痛い。てんちゃんてんちゃんカメラ撮ってくださってます。カメラ。先輩ぜどうでした？出ましたよ。いや僕、はい、結構楽しめた方だと思います。マジですか？割といや飛ぶ前がやっぱ一番怖いんですよ。いやそう。飛ぶ時もう本当はやばいもう無理飛べないかもって思うんですけど、はい、5、4、3、2、1ポンで行くともうそこからはふわーってなって気持ちいいタイム。克服できました。克服できた。いやもう克服多分できました、ね。本当に。おーすげえ。もう下見ても怖くない。あもう全然。確かに本当か。落ちましたもんね。落ちましたもん。ここから落ちて。確かに。いやこれすごいな。羽バウンドしましたからね。あれもうだって結構バンジーでしか味わえない本当に人生生きてきてバンジーでしか味わえない感覚を味わえるんですよ。いや本当にそう本当あれですね面白かったです。いや面白い。いやライキ先生いやおかげでいい経験ができました。いやありがとうございます。ライキ先輩のおかげ。なんか悔しいなんか悔しい。はいということで、飛んでまいりました。いやでボスさん聞こえました僕の声聞こえましたよ。もうこだましてた山中に本当に山彦山彦誰か分かんなかったいやあれなのみたいなマジそんなそんなそんないやめっちゃもうでも気持ちよかったですよ。本当ですかめっちゃ面白かったです。はいやっぱ飛ぶまでが一番怖い。もう僕あそこ降りて、はい、自分の番を切ってたらもうやばいやばいもう本当今日飛べないかもって思いました。今日もうちょっとギブアップかもって思ったんですけど。言うてあの発射台、はい、発射台っていうの、はい、立ってから早いですよね。いやそうなんですよ。だからあの考えさせてくれないですよ。もうなるほどね。立ってオッケーオッケー5、4、3、2、1ゴール。もう相当早いですよ、ね、相当早いあれ戦略っすよ。あそういうこと戦略、はいはいはい、エリアド取らせない戦略本当に天敗戦。いやーなんかもうハハハハ。いやそうなんです。飛んだと頭ぼんやりするんですよ。本当にもう本当にアドレナリンが出すぎて。はい。あーなんかもう本当にいやさっきも言ったんですけど結構もうあ落ちてるっていう。そりゃそうです。落ちてる落ちてる落ちてます。もうそれしか考えられない。あ落ちてるなもうわーって真っ白になるんですよ。もうわー落ちてるってなって終わる。もう足固定されてもこのこれが怖い、これが怖い、これ怖い、こうやって、こうやってテコテコ歩きでつま先を出すんですよ。つま先出してたら、あのロープが重いんですよね。重いっすよ。ロープが重いんで、こう吸い寄せられる感じになって5、4、3、2、1みたいな。ここにね、こう手を一回そう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 。でも手離して出てるガチ泣いてましたもん、もう涙目涙目になってそりゃそうよということで、じゃあ次回はね、ボンジュールさんに。いや、ない、次回ないでしょ。終わりで終わりでしょ。さっきなんか、いや、飛びたかった飛びたかったとか言ってたんで、はい僕もじゃあそんな、ボンさんが先生になるもしかしたらあるかもしれないとなんだろ、心動かされちゃったということで、まあ4人のチャンネル下のね、概要欄に貼っておきますので皆さんぜひチェックよろしくお願いします。お願いしますということで、はいご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。